いやー皆さん第4回ビップランお疲れ様でした。後ろビップランじゃねえんだけど。いやこれはビップランに向けての狩猟です。サーモンランしろ。ビップランって3ウェーブあるじゃん。このアーチェリーも3射あるじゃん。そしてこの距離を弓矢で狙撃する。これを3連続成功させることで満潮ガチャにカタガチャ変形ガチャに耐える鋼鉄の石を作ります。その時間で編集しろ。かれこれこの距離のオレンジの3連続狙撃に1時間は使ってますね。あらゆる面で2回から目薬。しかし今回の私は150超え納品を出すのに6時間近くぶっ続けてビップラン回したので、それに比べるとまるでさじ電子拷問。あのね、2連続で50交換納品した後に大概光バイで台無しになったよね。しかし今回のビップランまたボーダーが上がりましたね。156マイウェーブ平均52納品だな。ライト損益してるか。こちら側まで来たかもしくは去ったんだろ。こっちの供養もそろそろ終わらせたいところ。これで外れたら最高に飯がうまいな。その流れ収録中に5回はやったから黙ってくれ。Unbelievable。よし、関心の音ハメ。今回も知り合いの実況者様などとパーティーを組んでいます。一人目サバナット早くジェイロ適用しろ。僕も早くジェイロを使え。テックエイムとかいう言い訳に濡れるな。角が立つ。誰も配慮して言わないんだろうから俺だけは即刻に言おう。ジェイロを使わないと限界が来る。角が立つって間違ってることを人間関係を理由に間違ってないと歪めてはならんのだよ。自発的錯誤って言うんだよな。悪かったから次の人も紹介してくれ。次、箱入りスライム。最近結構順調に伸びてる方です。ここ1ヶ月で100人くらい伸びてたな。1000人に向けてコンスタントに動画上げてらっしゃいますし、何より今回はかなり助けられたので、こんな動画早く高評価してチャンネル登録してめちゃくちゃ面白かったです。コメントしてツイッターで共有して見に来てください。傍若無人すぎる。最後、ロッカーサバナットの大群を意見に召喚されたかなりの初期からの伝説感とデイです。第2回ビッグランのキャリーしてくれた方だな。この方がってから数点で150を達成したので頭上がらないっすね。さてメンバー紹介はここまでで、マンハコか。運び屋の中なら結局今回も満潮がベストですね。にしてもシャケコプターって生きてて楽しいんですかね。メタッと唐突な疑問。ひたすらに五感とステージ往復するだけの単純作業ってやりがいあるんか。観点とコンテナ前の往復にやりがい感じるか。遠回しに生きてて楽しいかって煽りに来るのやめろ。マンサコの解説ですけど、ポジション自転しましょう。終わり。実際サバさんが最前線、ロッハさんがコンテナ周辺から左側、ハコさんがコンテナから右側で、お前がコンテナと最前線の間を相当しながら納品で分担できてるな。あとは互換接近時の対応だけですね。神タンクか。ご明察。神タンク基準は互換本体ではなく互換よりやや上を狙って操作することで、互換から湧くシャケコプターを撃墜しつつ互換にもダメージを与えられる。ちなみに弾が噴水のごとく鉱物性を変えて落ちていくので、私はこのテクを上原愛と呼んでいます。一旦カメラ止めろ。さて話すこともないマンサコを解説でごまかしたところで、お前やおめがやってみろよマンサコの選手。いい遠慮しておきます。あとは散らばるシャケコプターだったものをコンテナに詰めるだけ。いくらだからごまかされてるけど、 FGO の心臓狩りとそんな変わらんなこれ。でもこれ FGO の方が良くてし、よしマンサコで56納品。あんな実況において役に立たない部分はカットだ。男子中学生が財布に忍ばせるゴムくらい役に立たねえ。糞尿以下でくさ。糞尿は土に帰って命を循環させるが、お前のその敵に化合物は口ですら吸ってくれねえよな。これが本当のクソくらいってか。ローテンションどうした。こいつもそう。満潮で利敵玉拾いがいるとはいえ、君に総知り合いがローテンクラブをかました時に感傷を示すとくらい君に。ローテンカギャグをかましてるのはお前だ。失礼な。ローテンカギャグなんてかましませんよ。地図解放ならたまにあるけど。そっちの方が疲れるわボケ。まあ地図解放は最近は身の回りにやるやつ多すぎて最近しないですけど、地図解放って一人が偶発的にやるから面白いんですよ。明らかな受け狙いやら話題に困った際の恣意的な地図解放を、つまらん奴らがこぞってやっても面白くないですね。お前は地図解放の何を知ってるんだよ。地図解放というより人間の感性の話だ。素人は黙っとれ。こうは他に類を見ないから気候であって、焼き直しならただの愚行と知れ知れ者ども。わかったから後ろの映像にくれてくれ。あと誰にキレてるんだ。面白くないのに面白ぶるやつ。道徳嫌悪かな。オットロッハ大先生のサガレの指示がこれサガランと。うわなんだこの都合よく半殺しにされたコウモリ。言葉選びが物々しい。あのシャケバイドッスンを取った鼻進めロッハ先生。うまい人に高機動のクママニョ持たせるとすごいなこや。とりあえず鉄球反射で納品無理。赤いやで豚2枚も放置するのはいかん。落として持って引っ叩いた。あっねえ、恐ろしく早いすぎわき。あれじゃなきゃ死んでるね。汚れるな、どうぞ。ジェットついでに一つくらいいくら投げ大量回収やかみっと落ちます。しかしヘビに関してはちょうどいいところで仕留めた。こうじゃよし、あとはモグラのいるからコンテナ前速やかに対し、岩もエキスいるのかよ。こうじゃやったねふむ、多分これで大物の脇は停止。雑魚処理しながらの納品に行こうか。そうですねえ。話すことねえんだけど。マジでないなら性的談義でもしろ。倒薬の汚いおっさんは滅びろ。ご清聴ありがとうございました。何の主張だよ。MTR はぶっちゃけ増えすぎただけでジャンルとして大きいから別に回避できる。でも汚いおっさんが倒薬になるだけで結構台無しになってるのが多いんだよ。確認をこう。はい、第3ウェーブグリル。確かしかちょっと前のバイトにいた熟練バイターはコンテナ前の段差さすがです、ロッハ先生。腰の低さがイコールゼロ。熟練バイターはこの段差一つでグリルを回避し続けますが、グリルの挙動は単純に見えて少々特殊なので熟練以外がやると事故る印象。今回先生が火力よりだからさっさと黙らせるに限るな。まあ、とこじゃけもやばいですけど、私の96ガロンとサコさんの演出が心配なきだ。サバ納豆が死んだ。この人でなし。クママネなんだから全部吹き飛ばせんだろう。武器性能にかこつけてあるな。ああやって統一しないためにしっかりこじゃけく終わり次第グリル解体。まあちょっと残ってるか。サバ納豆が死んだ。この人で
なし。ジミー行くままにとはいえスライド先には気をつけようぜ。当然のごとく煽るな。いややっぱ小鮭の群れ食いねえ。告知してなしですけどこれまだ待ちでます。いや待てこれ人形とのヘイト渡しやんけ。ここは一郎を半殺しにしてレイの段差に行こう。多分この段差の前でシーツブリューは停止して方向転換してくれるはず。二段階右折ってやつですね。ブリュー原付き折。さあこいつ様に二段階右折で引きをさら待て左のやっこっ。道交法違反だぞこら。仮に道交法あるとしてもグリルは四輪車だ。ジャッキング天井で何を言ってるんだお前は。暗いけど否めない。そざつプリテンダーやめろ。結構事故りましたがまだ挽回できるはず。アレクサ今回のボーダー156個。ありがとう。それでインスカーカマン13。とここまで56と53だから、コンウェーブで47個納品すればギリ OK だ。50下回るのはなかなかでかい。どれくらいでかいかというと、でこのアラニルブイくらい。 FGO 夏イベで何かつけましたか。クリバーバンチだったな。6個。しかもやってない時期にビオスクロイピックアップあったみたいで防具レベル上げ損ねました。ピックくらいは防具レベル5の星を作りたいじゃないですか。知り合いよろしく。2桁万円毎年突っ込んで戻せ。おしゃれな勝ち身で思い出しましたけど、イカちゃんくんはもっとダイレクトに集金して整備要員増やしてくれません。まあ人員だけ増やせばいいわけでもないとは思いますけども、ここはやっぱ人形シーズン突を用意してネイド服やら学生服やらロング効果やらをね。ソロコプな集金でっか。よっしゃ47個納品じりたっぽよいさらに来るのか。見慣れてるのでカットでさあ人員増やして全して整備してくんない。よほど不満があると見た。まあなんというかメホテ型並みに突き伸ばされてるサイドオーダーはまあいいです。しかしそれくらいでしかイカ券に追加進入してないと思うんです。スプラってのは任天堂にしては珍しくシーズン制の集金ズゲームで、維持と発展に結構な負担がかかるはずなんつよ。でも我々が出してる金って明らかに他サービスに比べて激安のオンラインの月額料金と還元されてるかわからないアミーゴとサイドオーダーだけなんですよ。でも現状プレイヤーは不満なわけで。でもぶっちゃけ今の状況で集金に繰り出したらさらに反発くるんじゃね。正直今文句言ってる配信たちは何やっても引退しないと思いますよ。ここまで培ってきた高度な技術的に一連作戦なので必死に延命を叫んでるわけですから。うむ、すごい。まあなんつうか一人でも反映具合的にこのコンテンツの持つポテンシャルはこんなもんじゃないとは思うんですが、まあそれはそうとしてここまで地味なウィニングランもないですよね。戦い見せられてる気分。これがボールドならちぎっては投げちぎっては投げの無双してるのに、サモランにおいてダイナモローラーは縦振りの方が DPS の高い変なローラーです。まあ気力が400なのは周知の事実でしょう。なのでいかに自分を地形と横綱のサンドイッチにして連続して突き刺ってこんなことコモンセンスがろくろすどぼけ。伝わりにくいボケをするな。とりあえず DPS は貧弱なので筋肉が攻撃します。ぶっちゃけ他の武器全員つなぐり安定の火力枠ばっかなのにな。こんな中に重量級でインク効率っとで DPS 300いかないドンキングってマジか。カジヤに出してサビ取ってもらわねえとな。風化した体験扱いやめろ。ぶっちゃけ風化体験は風化体験で使えるらしいですけども、私はいかんせんちょっとしかモンハン触ってないのでわかりません。あっかれた。はい、156個で上位5パーです。対戦ありがとうございました。というか私以外全員アオベーダーかよ。やいぼっち。いやこれは栄光あるこりつ。イカリング見たら大物処理数2なのでよし。歯切れのいい横綱刈りといこうか。ここに来てようやくクママニャの出番か。クママニャは爆発しながら9連スライドが可能。ヒロアカにそんなのいた気がしますが、あまりにありふれた形容なのでパス。スライドは置いといてメインの火力はスライドなしで360。スライド後は450。スライド絡めないとスプラマニューバーと同じか。しかしスライドをボンボンかました際の瞬間火力は高いので、ここは手を打つ前やらラストスパートやらのタイミングで活かしましょう。さて仮の様子ですが、裏の内でダイレクトアタックですね。はあ小学生でマップね。判断が早い。さて追加のインスタイプでも到達するか。すがすがしいほどの脳死スペコーシ。さてダインラウンドだ。まずは初手インファイト。インファイトしかしねえだろ。インファイトからのインファイト、そしてインファイト、インファイトで殴ってインファイトで移動してインファイトで回復。横綱チンパンリトルマップかな。あってなんだこのお邪魔虫。ここはイカのボリで素早く投稿して、スライド一戦で仕留める。回しに行くらはバケツ当たりが使うやろ。んだけチャートやめろ。ここで私の第6回が深めにつけと囁いたので深めに下がります。オリジャーまで発動すんな。と数秒後に私以外が全滅します。だからあそこでオリジャー発動する必要があったんですね。チャート構築がバガバナだけやんけ。そしてしっかりとここで味方を叩き起こし、スライドで華麗にチーム予定変更です。ここでうちは状態になって回復します。あの統制内みたいに作ろうな。まだ本当にすぐにまたピンチにならんだろう。というかサイドラ先生が削りつって終わりだろ。こんなんでちょっと待てよ。負けそうですか。おごむなじろいまするごむなじろ私を起こせはる。